どうもシュンス TV です。前回の動画見てくれた人分かると思うんですけども、大磯プリンスホテルから帰ってきました。いや、旅行とっても楽しかったですよ。レックスやケンとバービーもとっても楽しそうで、それに何よりスーパーベビーがすごく喜んでいました。いや、旅行ってやっぱり最高。電話だ。誰からだろう。もう嫌だ。うわ、セレモニーさんだ。そうか、結果発表を楽しみにしてるのか。いや、ちょっとまだ僕再生数見てないんだよな、旅行行ってたから。ちょっととりあえず出てみますね。はい。あ、どうもどうも、セレモニーです。いつもお世話になっております。どうもどうも。あ、どうもセレモニーさん、いつもね、ありがとうございます。いや、この前は旅行勝手に行っちゃってすいませんね。ところで、私たちの企画力勝負のですね、結果発表はいつやるんでしょうか？そうですね、結果発表は火曜日か水曜日あたりにやろうかな。今が土曜日なのでね、はい、まあそれぐらいにやろうかなって感じなんですけども。あ、そうなんですね。このままだとちょっと私負けそうな気がするので、どうしようかなって感じなんですけども。あ、そうですね、あ、そうなんですね。うん、あ、そういえばでも、ひよこ鑑定士の仕事辞めるつもりなんですか？いや、もうちょっとほぼ首寸前と言いますかですね。この前10匹連続で全部オスって言ったんですけど、全部メスだったんですよね。10匹連続間違えちゃいまして、もうちょっと首寸前なんですよね。あ、そうなんですね。いや、逆にそれすごいっすね。だって二択じゃないですか、オスかメスかっていうね。その二択を10回連続間違えるって逆に才能あると思うんすけどね。まあ今の仕事もですね、もう間もなく、まあクビになるということでですね、シュンス TV に入りたいんですけども、ちょっとこのままだと再生数負ける気しかしないので、あ、シュンさんちょっと問題出していいですかね？なんでしょう？あ、もう問題です。クイズです。あ、はいはい、問題、はい。1たす1は何だと思いますか？1たす 1?2。ピンポーンって。そう、正解です。ピンポンピンポーン。ちょっと待ってください、セレモニーさん、今下にいるんですか？いや、すいません、たまたま近くにいたもんで、ちょっと来ちゃいました。すいません。ちょっとシュンズ TV にも出る気満々じゃないですか。結果発表は火曜日とか水曜日にしますし、あ、そうだ、セレモニーさん、コメント欄に結構あったんですけど、マスク取った姿見たいって書かれちゃってるんですけど。あ、そうですか。あ、皆さんそういうコメント、わかりました。じゃあ今日は熊のお面を外しちゃおうかなって思います。本当ですか？そうですね。せっかくね、それで出していただけるんでしたら、今日だけね、ちょっと熊のお面取っちゃおうかなって感じですね。わかりました。はい。じゃあ今、開けますね。あ、はい、でもちょっと一応普通に口のマスクだけはしててもいいですか？まあ、そうですね。それは仕方がないですよね。ありがとうございます。じゃあ、わかりました。はい。はい。皆さん、セレモニーさんがなんと、クマのお面をもう取ると言っていますよ。じゃあ、早速今から出ていきたいと思います。タブロックしてね。よいしょー。どうもどうも。じゃあ、こちら、いいですかね。はい。いや、突然すいません。こちらちょっとつまらないものですけど、よかったら受け取ってください。いいんですか？あ、どうぞどうぞ。すいません。これは？これは単一電池ですね。あ、ですよね。すいません。単一電池いただいちゃいました。すいません。いや、ありがとうございます。ありがとうございますというか、ちょっと、結構最近ちょっと来すぎというか、結果発表は、火曜日か水曜日あたりにちゃんとやりますので、で、私本当にちょっとまだ再生数見てないので全然わかんないんですけども、まあ正直このままだと私負けそうで不安なんですけども、まあ火曜日水曜日まで待ちますので、じゃあ、まあとりあえずね、結果発表はね、火曜日か水曜日にやりますので、で、それ次第でね、シュンズ TV でね、まあ雇うか雇わないかが決まりますのでね。まあでもお互いのね、企画はとっても楽しかったと思いますので。いや、シュンさんの企画も面白かったですよ。だから同一1っていうことにできたら一番嬉しいんですけどね。あ、そうだ、クマのお面をですね、今日は外してくれるということで、まあ大変、一応マスクはしてるということなんですけどもね。はいはい、お願いします。それで OK でございますのでね、ちょっと俺も気になるな。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はクマのお面をですね、あ、じゃあどうしましょう。一回後ろ向いて、で、振り向くみたいな感じが一番いいんじゃないですかね。どうですかね。わかりました。いいです。あ、そうですね。そっちの方が確かにこう楽しみが増えますからね。はい、セレモニー、モニモニー。はい、じゃあ、ちょっと皆さん待っててくださいね。はい、はい。はい、すいません。ちょっと、いや、
ドキドキすんな、ドキドキすんな、ワクワクします。なんか楽しみですよね、なんかね。じゃあ、準備できましたかね。はい、準備できましたよ。はい、じゃあぜひ前の方向いてください。じゃあセレモニーさんです。はい、皆さんセレモニーです。モニモニてか、どっち向いたらいいんですかこれ。どっち向いたら、ちょっとあの、すいません。はい、どうもー。マスク、目と口ってちょっと、いやーすいませんね、あのマスクはありって言われたのでね、そのマスクをちょっと2箇所にしてみようかななんてことでね。いやそういう風に言って今日は出ようと思ったなんて、いやセレモニーさんに1本取られましたよ。まあ正直言って私今のところ再生数負ける気しかしてないので、ちょっとこれが最後になるかと思うと寂しくて、ついちょっとしゅんさんに出させてもらいたくて来ちゃいました。本当にすいません。いやー、まあそうか、まあそれは仕方がないですね。わかりました。じゃあ、あのまた後ろ向いていただいて、あのお面つけていただいてね。はい、わかりました。じゃあちょっとまた熊のお面つけさせてもらいます。はい、いやー、まあでもね、仕方ないですね。あの熊のお面を取ってくれて、まあそれで本当に感謝しておりますのでね。いやー、すいません、あ、すいませんでした。あー、セレモニーさん、あ、どうもね。はい、まあということでですね、あの本当に結果発表をね、あの火曜日水曜日にやりたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、皆さん、あのぜひですね、今からでも遅くないので私の動画見てください。お願いします。勝ちたいんです。はい、じゃあセレモニーさんね、今日も来ていただいてありがとうございますね。まああの日曜子鑑定士のね、仕事後に来てくれた感じなんですかね。いや、今日も頑張りましたよ。そして私の動画見てくれたらもっと私頑張れるのに。はい、じゃあありがとうございました、セレモニーさんでした。はい、皆さんありがとうございました。セレモニーモニモニー、はい、すいません、ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。電池もね、ありがとうございます。あ、いえいえ、あのぜひですね、あのいっぱい電池使ってくださいね。電池はあればあるほどいいですからね。はい、いやー、皆さん、セレモニーさんも完全にシュンズ TV に出たくて必死じゃないですか。それでなんか熊のお面外すっつって、確かに外して、でマスクは OK って言いましたけど、まさか目と口にマスクって、もうね、完全にね、もうコロナガードでございますけどもね。でもセレモニーさんの気持ちもわかります。ロッツォに騙されていたとはいえ、シュンズ TV に悪いことをしてしまった事実はありますのでね、だから顔出したくないって、まあ仕方がないですよね。はい、ということで別件でクリスマスプレゼント企画、イエーイ。今回ですね、まあ、大磯プリンスホテルのスイートルームに泊まったということなんですけども、そのスイートルームでめちゃくちゃ素晴らしいシャンプーとボディーローションとリンスとシャワージェルをもらったんですよね。でこれがですね、私個人的に気に入って何セットかいただいたので、まだ1回も開けてないこのセットをですね、プレゼントしたいと思います。まあこちらですね、もう完全に大人向けですね。普段子育てを頑張っているお家の方、もちろん学生で勉強を頑張っている方でももちろん OK です。これ多分完全大人向けですので、シャンプーとリンスとボディーローションとシャワージェルでございます。こちらのセットをですね、2名様にプレゼントしたいと思います。応募は下のツイッターの私のツイートをリツイート、そしてフォローしてください。いいですね、フォローとリツイートで応募完了でございます。これね、あのまだ1回も使ってないやつですので、ご安心してくださいね。普段子育て頑張っている大人の方、勉強頑張っている学生の方、仕事を頑張っている大人の方、ぜひご応募お待ちしております。ではまたお会いしましょう。さようなら。はあ、みんな、僕旅行から帰ってきたんだよ。僕の活躍見てた？どう？僕かっこよかったかな？レックスに質問です。ジェニーちゃん以外の透明なやつでも見えますか？僕見えないと思うんだよ。ジェニーちゃんの透明は恐竜と虫のおもちゃは見えるんだよね。でも他の透明なやつは僕見えないんじゃないかな。レックスに質問です。モノマネできますか？僕モノマネとか得意じゃないんだけど、でもこの前ライオンキングのティモンに声が似てるって言われたんだ。ちょっとやってみるね。白南マタタ、なんていい響きなんだ。どう、イケてた？
どう？僕は上手いの？下手なの？正直に言って。僕、正直に言ってくれないと嫌だよ。だって僕、モノマネやるのって勇気いるんだよ。下手だったらどうしよう。僕もう一生モノマネできないかもしれないよ。ねえみんな、お願いだから僕のモノマネ上手いって言ってくれないかな。あ、そうそう。高評価とチャンネル登録もよろしくね。僕、高評価とチャンネル登録してくれるの、もう待ちきれないんだ。